はい、皆さんおはようございます。ただいまの時刻は9時25分になります。今日はですね、久しぶりにカヤックフィッシング来てます。言うほど久しぶりじゃないか。で、今日はめちゃくちゃ天気が良くて、秋晴れっていう感じですね。で、風もなくてですね、海峡的には、本日小潮で満潮が13時50分になります。今からの時間だと上り潮ですね。で、風もずっと 1.5 メートルぐらいがマックスで、まあ、ほぼほぼないっていう感じですね。夕方まで、粘ろうと思えば粘れるような、状況になってます。で、出発が今日は遅いので、まあ超過次第ではありますけど、どっか3時ぐらいかな、マックス粘れたとしても。ちょっとゆっくりしようかなと思います。じゃあそれでは本日もよろしくお願いします。今日はすっごい水質が綺麗だ。はい、それではですね、こちらが今回ビーコさんがテーブルに置いてくれた、焼き鮭ほぐしといくら醤油漬けになります。いただきます。はい、今回ですね、このジグサビキというのを初めて買ってみました。あっちの浅瀬の方からですね、深場の方に移動してきました。ここは駆け上がりが続くところで、風が北西の方向なんで、駆け上がりをですね、ずっとこう流すような場所になってます。ただいまの時刻1時48分。何かかかりました。練り子かな、そんなには引かない。ラッキー。さあ、一人で取り込みできるか。あ、スムじゃないね。いち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 。おっしゃー。オッケー。よし、これでとりあえず置いとこうかな。よね、これ。いらない。いらないけど、無理やり閉める。うんうん、美味しい。どうか、美味しい。やっぱりレモンはつけた方がいいな。最初って中学生の頃だったかな。中学生。うん。もう臭みのあるカツオを食べたのが。おお。一番最初にそういうの食べるとトラウマっぽくなるもんね。うん。はい、おはようございます。ただいまの時刻6時57分です。今日もですね、いつもの場所に来ております。今日は大潮で満潮が7時過ぎですね。で、そこからの下げの、釣りとなります。
で午前中は風が結構吹くので、まあ新しくですねこのシーアンカーの、なんだろう、シーアンカーシステムかなを作ってきましたので、これを昼からですね風が上がりますので、そこからマティプランとか、まあ、いろいろ遊びたいと思います。午前中はですね、まあ、ジギングをメインにしようかなと思ってます。で今日の気温が、最高気温が25度、で最低気温が10度となってます。まあ、最近の鹿児島のですね、まあ、状況から言いますと結構なんか秋が深まってきてるのかなという印象を受けます。まあ、今日だけかな、来週またちょっと気温高かったような気がするんですけど、まあそんな感じで今日も楽しんでいこうと思います。昨夜ですねちょっと大急ぎで作ったアンカーシステムになります。まあ、既製品までのようなクオリティはちょっと、まあ、求めてはみたんだけどうまくいかなかったですね。これでポイッとやっても広がらないからちゃんと広げましょう。こう回すと先端の方に行くように作ってるのですが、どうでしょう。あ、まあいいかもしれないですね。でここにこうやってロックをして、ちょっと簡易的なちょっといい感じのが家にあったので、これをですね、でこれで止まってくれれば OK で、回収の時はこちらを引っ張れば回収できるという魂胆です。あ、いいですね。この色視認性がいいかなと思って選んだんですけど、ちょうどよかった。あ、いいかもいいかも。ちょっとだんだん方向が変わってきてる気がします。いいんじゃない。はい、ですね、新しい仲間を追加しましたので、こいつを使ってみようと思います。ライズジグ SLJ スリム 80g ですね。グリーンゴールド、こういうカラーです。なんか根魚とかあとマダイとか効くらしいんですよ。で引き抵抗が少なくて結構手返しがいいらしいので、ちょっと楽しみですね。はい、それではただいまの水深 80m ライズジグ試してみようと思います。ゴールドキン頑張ってくれ。ちょっとグリーンゴールド、もう沈むの早っ。この間ハガツオがすごい惜しかったので、ハガツオちょっと釣りたいですね。ハガツオ、マダイ、ブリ、いろいろ釣れたらいいですね。あ、大物ハタも。とりあえずアクションは、しゃくってもいいし、ただ巻きでもいいらしいので、ただ巻くだけで試してみようと思います。はい、お次はですねライズジグの SLJ80g ゼブラグルを試してみようと思います。もう朝のいい時間帯なのでいろいろ試してみたいですね。ここでかい。やったね。おお、マダイかな。なんかポンポンする。ラッキーラッキー。7時37分ですね。この間はカメラのセッティングが悪くて、お、でかっ、でかっ、でかっ、ちゃんとゲット、マッキー、うわ、めちゃめちゃでかい。しゃあ、こいつはいいサイズだね。でかすぎる。今回はですね、このスプリンガーをちょっと導入してみました。初めてのスプリンガーなんですけど、
調整できるやつが家にあったので、これでですね、ここにピッと、そしたら引っ張られても伸びないと。あ、いいねいいね、これで試してみよう。そんなことある？わらかぶすげえ、いい感じのサイズが2匹かかってる。32m、 8時57分ですね。風が結構出てきて、今沖の方から結構陸の方に漕いできました。で、全然いつもの半分よりスピード出なくて、かなり時間かかりました。疲れた。かっこいい。来てねえじゃん。なんか釣れてました。根が買ったんじゃなくて、こいつが持ってったんだ、そこに。ただいまの時刻10時21分。ビーコさんがおにぎりを握ってくれたので、腹ごしらえしたいと思います。いやー、風がなんか収まってきた気がするんだけど。はい、ジグを交換しようと思います。ライズジグフラットですね。フラットの、グリーンゴールドゼブラグロー 80g 試してみようと思います。ではお次は、ライズジグフラットのシルバーです。 80g 試してみます。11時の夕方、はい、ですね、またジグチェンジをしたいと思います。ライズジグフラットの、サイドレッドゼブラグロー 80g ですね。はい、ただいまの時刻12時55分になりました。朝のあの悪天候と打って変わって無風になりました。まあ結果的に予報は当たったような形ですね。朝はもうひどくてですね、あのポイントに戻るのに疲れました。戻るスピードより流されるスピードの方が速いっていうね、シーアンカー捨ててももうクタクタです。まあ、だけどもうちょっと遊びたいと思います。ただいまの時刻1時です。何か来ました。あー、ちっちゃい大物旗でした。ちっちゃいちっちゃい、あーっと来た。ちょっとちっちゃいけど、大物か、大物ですね。まあ、最悪。来た、しゃー、おいぐいして来た。でもそんな大きくないな。2時22分ですね。なんだろう、大物旗かな。お
まあ可愛いサイズだな。リリース。2時59分。いきなり来た、びっくりした。あーでももう引かないね。おお、結構いいサイズ。OK、 いい感じ、いいですね。来ました、3時16分です。そんなに大きくないな。大物ちゃん、ああ結構いいサイズ、持って帰ろう。結構でかくない？まぶしい。わあ、うっかりカサゴか。でか、大きいカサゴ。はい、本日の釣果です。クーラーボックス見てびっくり。めちゃめちゃでかいの釣れてんじゃん。ちなみにこの一番大きいのを測ったんですけど、これが46センチ、50センチはいってなかったです。それでもでかい。これはね、食べ応えがありますよ。今日は仕事から今帰ってきたばっかりだったので、大きいのを、この大きいのをね、刺身だけ取りたいと思います。あとはもうまた食べましょう。いただきます。乾杯。はい、お塩かかってる。全部かけていい。全部かけていい。Cause I got somewhere to be. You're done deceiving me. And so thinking I couldn't do better. Yeah, I know I was probably crazy. Thinking someday you'd change. There's nothing left to do now, so I'm playing the game. And so, heartbreaker, I've been working you out. You made love.Mistakes, but none that you talk about. I'm watching every move you make, and I'm on to you. Come on, heartbreaker, give in and surrender to me. You should have probably let me.You've got a porcelain ego, talking fast and punching low, making sure that there are no traces of thinking I could have done better. Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change. There's nothing left to do now, so I'm playing the game. And so, heartbreaker, I've been